おかえり、学童系 YouTuber のイオピーマンでーす。ねえねえ、教えてイオピーマンのコーナー第2弾です。やってまいりました。今回も皆さんからの質問にイオピーマンがイオピーマンなりにお答えするというようなこのねえねえ教えてイオピーマンね、これもう大好評ね、もう再生回数今爆上がりだと思うんですが、今回も皆様の質問に対して回答してきたことをさらにね、わかりやすくね、お伝えしていきたいと思います。それでは早速です。じゃじゃん。もったいないね。子供への対応はということで、これはね、結構長い文章を質問者さんくれたんですね。小学校1年生の男の子が女の子がお絵描きしているのを見ていたので、一緒に描こうとお絵描きに誘ったところ、最初は絵が下手だったから嫌だと言っていたのですが、僕の似顔絵をみんなに描いてもらっていたら、自分も描くと言ってその子も描き始めました。男の子がね、お絵描きしている子を見ていてね、自分も描こうというふうにその子が思ったという話ですよね。男の指導員ですね、僕って言ってるんでね。鉛筆で描いていて最初は顔らしく描いていたのですが、そのうち飽きてきたのか紙に塗りたくるような感じでぐるぐる描き始めました。それを見ていた近くにいた主婦の指導員が、そんなもったいないことしないでと叱ったので、その子はそこで色鉛筆で書くことをやめましたね。一生懸命書いていたんですがね、ぐちゃぐちゃぐちゃとやりだしたら、それをね、もったいないとね、主婦の先生にね、あの横槍をね、入れられたという感じですね。確かに僕もぐちゃぐちゃに書くのはもったいないと思ったのですが、小さい頃にはそのような経験も必要な気もして何も言いませんでした。もったいないからやめないといけないのか、意味もなく塗っているだけだからやめないといけないのか、それともやめなくても良いのか、その子にどのように対応すれば良かったのかがわからないので、アドバイスをもらえると嬉しいですということです。これについてね、私の回答、ズバリもったいないよりまずは子供の気持ちというふうに書かせてもらいました。まあなんとなくね、想像できますよね。子供がうわわわってやってるとこ見たらね、その先輩指導員が、はい、もったいないでしょって、それはまあ、見たらきっと言っちゃいますよね。まあそのあたりでね、でもこうやってね、やることって本当にもったいないのかなって、子供のね、成長を見たときに、そうやってぐちぐちにすることだって一つかななんて思ってる指導員の葛藤ね、思いというところなんですが、もやもやするお気持ちとってもわかります。子供がね、紙をもったいない使い方をするとそれはいけないと注意したくなる気持ちも理解できます。はい、主婦の先生の気持ちもね、理解できますよね。このケースはそのこと、質問者さんとのやり取りの背景にあるものがポイントになるように感じました。絵を描くのにコンプレックスを持つその子は、指導員の声かけでお絵かけにチャレンジできたね。その後その紙をぐちゃぐちゃにした、そこがその背景部分ですよね。あの最初はね、やらないというか嫌だと言っていたけどね、顔を描くなら頑張ってみようということでチャレンジしてみたね、そういったその子がいますよね。その部分をしっかりとね、着目していこうということで、そのことをその主婦のね、指導員さんは知らなかったので、もったいないというふうに注意したのではないでしょうか。どんな風な気持ちでその子が髪を塗りたくったのか、それによって指導員の対応が変わってくるように思います。まずはね、もったいないという言葉をね、あの一回抜きにして、その子がその絵をね、ぐちゃぐちゃにした時のその子の気持ちとか、その子のどんな願いがあったのかということを、この質問者の指導員さんがどう考えるか、そこで対応がまた変わってくると思ったんですね。子供がうまく絵を描きたいと思っているけどうまくできないから嫌で諦めたね。もう嫌だ、こんなのもう描けないよ、もう先生の顔なんてもう無理だってやめてしまったのか、ただただ他の遊びがしたいなと思ってブヤ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 とやったのか、その子がやった理由ですよね。そういった子供の気持ちを指導員がどのように理解しているかが大事だと思うので、そこで大切にしたいのが子供に聞くですよね。その時なんでね、書くのをやめてぐちゃぐちゃと塗りたくったのというふうに指導員がその子に
聞いてみる。それがまず一つのステップかなと思います。その理由によっては、思う存分塗りたくってもいいじゃんと言ってあげられるし、また、それは紙がもったいないよと伝えることが必要になってくるかもしれません。何も理由を知らない主婦の指導員さんより、理由を分かってあげられている質問者さんが、ね、導くその対応の方が私は、推奨されるべきだと思うのでね、そこを大切にしていきましょうというのが私の回答ですよね。なので、紙はもったいない使い方をしたらやっぱりそれはもったいないので、もったいないと伝えることも必要かなと思うんですが、そこよりか着目する部分は、その子がどんな気持ちで塗りたくったのかを分かってあげられる指導員は、その目の前にいたね、質問者さんね、その方だと思うので、そこをね、子供に聞いてみて、ああ、そっか、それは嫌な気持ちしたねとかね、もしそれなら知らねえよみたいな感じでね、お前の顔がぐちゃぐちゃだからぐちゃぐちゃにしてやるぜみたいな感じでなってしまったら、それはもったいないよとかね、いう話がまたできるかもしれません。でも、そういった気持ちになるその子は、やっぱり最初にね、お絵描きにこう、しようと思った時に、なかなか入れなかったという、そこはね、やっぱりその子の、ね、絵が苦手だとかね、うまく描けないかもしれないっていうところだったかもしれないんですが、そのね、チャレンジして描こうと思ったところにね、着目してあげるとね、いやでも一生懸命描いていたじゃんってね、言ってあげられると思うので、もったいないかもったいないかというよりかは、その子とのその指導員との関わりを大切にね、その子の気持ちを理解してあげられるようなところ、そこに着目するのがいいのかなと、思いました。はい、この質問に対する答えは以上となります。これからも学童保育に関する質問にポップでライトに、回答していきたいと思います。学童系 YouTuber のイオピーマンでした。いやでもね、ほんと一生懸命皆さん仕事頑張ってますね。いろんな質問待ってるよ。